こんにちは。今日はまたね、大人気企画第2弾となってまいりました。はい、まずはポテンチャってどうなのっていうお話を本日していきたいと思います。はい、結論から言ってください。ポテンチャどうなんですか？ポテンチャは肌悩みがすごい多い人にとってはめちゃくちゃいい施術だなって思います。美容医療全般そうなんですけども、やりすぎていいってものではなくて、肌への負担とかも結構大きいです。で、中には美容医療でもハイドラフェイシャルとか、そこまで負担がないものもいっぱいあるんですけど、ポテンチャは結構針で刺してそこに電流を流すっていうね、施術になるので、負担はとても大きいです。なので、ニキビ肌だったりとか、クレーターで悩んでる方だったり、まあ、あとはカッパンでね、悩んでる方とかも施術できたりするので、そういう方にはとてもいい施術になってます。ただ私はあまりポテンチャをおすすめしていなくて、その理由としてはポテンチャって日本でやると高いっていうのがあって、それはなぜ高いのかっていうと、ポテンチャってただ穴を開ければいいっていうわけじゃなくて、そこに液剤だったりを流し込む必要があるんですけど、その液剤っていうのが、まあ、エクソソームって言われるものだったりとか、まあ、別途料金で高くなっていくんですね。でそれがやっぱりいいものではないと意味がないっていう風に言われていて、ってなってくると結局高いんですよ。なので継続できない高い治療を1回やるくらいなのであれば、月に1回ハイドラフェイシャルだったりケアシスって呼ばれてるものを毎月ちゃんとやってあげることの方が肌が綺麗になるんですね。なので私はポテンチャを10万とか、まあ、かけてやるくらいだったら、毎月1万円くらいの安めの価格帯のものをね、続けてあげることの方が大事なんだなという風に身をもって実感したので、まあ、今日はそれをお伝えしていこうかなと思います。まあでも実際そうだよね。なんか肌綺麗な人はやってないイメージ。確かに確かに。美容クリニックでいる人もそんなに頻繁にはやらない施術ですね、っていうのはやっぱり負担が大きいっていうのも分かってるし、普段のケアの方が結構大事だったりするんで。確かに。私もやろうって思ったんですけど、みんなに必要ないって言われるんですね、っていうのは全然ニキビもないし、デコボコもしてないし、必要ないって逆に汚くなっちゃうっていう風に言われて、もうどの人からも止められるんですよ、だからもうやってる人イコールめちゃめちゃ肌が汚い人って思ってもらってもいいかもしれない。よくさ、ポテンチャ打ってきましたみたいな動画をね、結構出されてる方多いと思うんですけど、ああいう方たちは私とかの肌とは違って、元が結構ベースがもう落ちてる状態で、すごい悩んでて、それをどうにか改善したいっていうことで、必要があってね、美容医療を受けるっていうのはとてもいいんですけど、必要がない人は受けると逆にやっぱ肌のトラブルにつながったりしますね。だから私あれを見てて危険だなって思うのは、あれを見た肌が綺麗な人がやっちゃうことの方がもったいないなっていうのをすごい思うんですよ。ポテンチャイコール誰でも綺麗になれる施術ではないですね。はい、だから例えば個人名を挙げてしまうと、南里穂ちゃんとかってポテンチャ全然やってないんですよ、あれはもう元々の肌がめちゃめちゃ綺麗だからやる必要がないんですね、だからブラマヨのあの人がやるんだったらめちゃめちゃいいと思うんですよ、でも南里穂ちゃんは向いてないじゃないですか、まだそういうことですよ。だから結構韓国でポテンチャ打ってきましたみたいな動画を見ても安易に打たないことです、はい、間違いない。結構左右されてね、みんな打っちゃってる人多いからね。みんな打ってるけどね、この動画を見て思いとどまってくれればと思いますね。で月1とかでじゃあメンテナンスでやりましょうっていうサブスクとかも今流行ってるんですけど、それでじゃあポテンチャを肌綺麗になってる人たちがやってった場合どうなるかっていうと、逆にクリエイターみたいな感じになります、で肌質が硬くなっちゃったりとか弊害が結構出てきちゃうので気をつけてください。はい、じゃあもうポテンチャをやらないっていう選択になった場合、何をやればいいのかってなると思うんですね。で私たちが毎月やってるのがハイドラフェイシャルっていう、まずは毛穴を洗浄してあげるっていうところと、あとはケアシスっていうものですね。この説明をお願いします。ハイドラフェイシャルは毛穴の洗浄になるんですけども、まあ、弱めのピーリング剤をね2つ使って30分ぐらいでね施術をしていくものになります。でピーリング剤を塗ってから毛穴の角栓とかをですね少しこう浮かしていきながら吸引していくっていう施術になります。で肌への負担はどうなのかっていうことなんですけれども、レーザーとかと違って肌を痛めつけるわけではない、まあ、本当に弱めのピーリング剤なので、肌が弱い人でも全然月1で受けても全然大丈夫な施術になります。ピーリングって自宅でよくわかんない安いものを使ってゴシゴシやるよりも負担が少ないですよね。全然いいです。なんか自宅のやっぱピーリング剤とかってよくわかんないやっぱ成分入ってたりとか、自宅で使えるものはあんまり強いものとかもないので、それを毎日やるとかだったら月1そっちでやった方が絶対に効果は出ますね。であとピーリングするだけだとただ角質その上の層を向いてるだけなので、いいものも一緒に落としてるんですよ。じゃなくていらないものだけを吸い取るっていうのがハイドラのいいとこなので、トーンも上がるしかなり化粧のりも変わってきますね。
次ケアシスなんですけど、まあ、別名エレクトロポレーションって言われてて、まあ、例えばエステだとイオン導入とかで多分されたこと結構多い方いらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、イオン導入ってね多分体感されたことは方は分かるんですけど効果ほとんどないです、うん、なかったなかった、うん、で15分とか、まあ、30分かけてやってもえこれっていう仕上がりになるんですけど、まあ、イオン導入と原理は一緒なんですがそれよりももっと浸透力が20倍って言われてるものがケアシスになってきますね、うん、でケアシスの良さっていうのは、まあ、2つあって1つはレーザー後とかの鎮静にも使えるんですよ、うん、温度設定が、まあったかいのとか冷たいのとかいろいろ変えれるんですね、うん、でいろんなあのモードがあるので、まあ、レーザーでこう赤みが出ちゃったお肌とか傷ついたお肌をこう冷やしながらあの炎症を抑えてくれる鎮静として使うっていうのが1つの方法でもう一つの方法は美容液を真皮までですね入れてあげるっていう方法になりますね。結構乾燥ひどい方クリニックに来られる方多いんですよ。でレーザー打ちたいですって。でも あんまり高出力で当てれないんですね。そういう方ってやけどのリスクもあるしということでレーザー後の鎮静として使ったりあとは乾燥がひどい方にしっかりと美容液を奥まで浸透させてあげるっていう施術になります、うん、でペップビューっていうものがあるんですけれどもケアシス用の美容液といっても過言ではない冷やすことでとてもこう効果を発揮してくれるのは特別な美容液なんですけど、まあ、ケアシスやるときはセットでやってあげた方がとてもいいので検討されている方はとてもおすすめしております、うん、今日そのセットでまさにやってきた、うんうん、どうでしたか？めちゃめちゃいい。もうケアシスもこれでもかっていうくらい2、30分くらいやってくれるんで、うんうん、めちゃめちゃ浸透してるの分かるし、うん、もうツルツルでもちもちになりますよね、うん、街の中の人すごい私のこと見てたご先祖とかでやって綺麗になると思うんですよ一瞬は。でもそれって表面が綺麗になってるだけっていうのもあるんですよね、うん、でもそのケアシスとかちゃんとハイドラで整えた肌って内側からちゃんと水分が入ってる肌してるんですよ、うん、そういうツヤ、オイルとかテカテカみたいな感じのビニール肌みたいなツヤじゃなくてしっかりね内側に水分入ってるツヤっていうのが出てくるのでかなりそこは差が出てくるところなのかなと思います。あとは自宅でできるケアとして何かおすすめとかある？まあでも使ってる化粧水とかの成分はしっかり見てるよね、うん、うちら。ああそうですね、まあ、賛否両論あるかなと思うんですけど多分肌強い方、私が弱い方なんですけど、うん、結構こう市販でピリピリしちゃうような感じなんですよね私、うん、今だとそうですねパラベンフリーとか鉱物油が入ってないあとアルコール成分を抑えてくれてるものとかっていうのをまあ選んであげるといいかなと思います、うんうん、みんなが使えそうなのでおすすめなの。えそれこそやっぱさあれなの、うん、無印のさ何も入ってなさそうなやつとかがいいってこと？無印はあれ何も入ってないように見えるじゃないですか、うん、入ってんだ入ってますねっていうかアルコール成分がとても強い、うん、保湿はされるんですよ、うん、で鉱物油とかも入ってないんでそこの点はいいんですけど多分肌が弱い人が使っていくとちょっと砂漠みたいな肌になってきますね。じゃあ何がいいんだろう？何が一番？ワセリンとか？ワセリンはかなり純度が低い鉱物油なんですよ。普通の売ってる海外用みたいなワセリン、うん、ワセリンあるね、青いやつ。そうそうそう、あれは一番純度が低いと思ってもらってもいいです。へー。でその次に、まあ、白色ワセリンとかの方がまだ使うならいいですね、うんうんうん、なんで私は例えば唇とか今白色ワセリン使って保湿してるんですけど顔とかに塗ったらもうニキビの山になっちゃうので。そうなんだ、まあ、よくなんかワセリンを鼻に塗って毛穴のいちご鼻が改善されたみたいな投稿とかあるんですけど、あれ嘘なんで信じないでほしいですね。そんなことはないし、むしろ詰まるんで毛穴が一瞬テカテカはしますけど、それは肌の状態が良くなってるわけではなくて蓋されてテカテカしてるだけなんで、みんな信じないでねって感じですね。じゃあ何使えばいいんだろう？もう市販で買いたいってなったら無難なのエトボスとかですかね。イプサとかじゃなくて？イプサは振ってみると分かるんです、結構泡立つんですよね。あってことは、まあ、海塩活性剤が結構多かったりとかアルコール成分強かったりとかっていうものなので、ポイント、うん、振ると分かる。化粧品の見分け方を今度ちょっと別の動画で出したらいいかなと思います。そうだね、確かに結構もっとね喋りたいことがあるので、どういう肌がしっかり水分が入ってるのかの見分け方だったりとか、うん、化粧品をその成分とかあんま分かんないよって方もいると思うので、紙に出してね見分ける方法とかもあるのでちょっと詳しく伝えていけたらなと思います。じゃあ交互期待ということで、はい、はい、という感じで私たちは毎日楽しくルームシェアしてますじゃあね、バイバーイ。